よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち。早く行こう。お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。さあ行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。もう帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう？元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい？あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう？欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド？いや、怖い夢でも見た？でも夜明けまで待ってね。ちゃんと送ってあげるから。ああ今度は見つからないように。もう休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。ああ。だから。行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？
6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子には、もう、関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。あら、お花屋さん。今日は子供たちを助けてくれてありがとうね。もうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎ。エアリスにもお礼を言っておいてちょうだい。ああ。あ。あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。クラウド？どうしたの？なんでもない。空が見えるな。上、工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時、プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド、寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。嘘、はしご引き上げられてる。この子使えないかな。こっち。じゃあ私乗るから上までお願い。本気か。もちろん。上に行ってはしご下ろすね。
あれ？うん、よし、この調子で頑張ろう。待て。起こしちゃった？うっ。おい。引き。引き打つ。えい。し。これだ。いつでも来い。飛んでけ。あのコンテナ掴めない？すごい！クラウド、もしかしてアーム担当だった？はい！え？あれ見て、どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。やったね。はい、ストップ。今はしご下ろすね。クラウド、こっちこっち。飛び降りるの無理だよね。あれは？キャンプかな。ということは降りられるはずだ。こんばんは。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償弁償ってなんだ。バカ、お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、そのあれだ。のえ、弁償ってのはそのあれだ。俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。あー、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ。弁償だ。もうめちゃくちゃ。かかってこい。届け。
悪いな。見極めたんだ。あっち行って取ってけ。おい、これだ。受けて行くぞ。いつでも来い。悪いな。いいか、お前ら動くなよ。死んだふり、死んだふり。バレてない、バレてない。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。またはしごが上に。私、下行くね。クラウド、アームの操作お願い。あれ、7番街スラムへ抜けるゲート。閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔、ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。
麗。え？瞳。ああ、魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前、見なくちゃね。ここ。ちょっと待ってて。七番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？もしかして寂しくなった？行く？ああ。はいよ。ところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はいよよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。追いかけよう。